落語、天色、えー。昔から10人寄れば、毛はといろうなんてことを申しますが、えー、人それぞれお顔形が違いますように、ご気象というものも違うものでございます。優しい人、怒りっぽい人、いつもニコニコ笑っている人、いろんな方がございますが、中でこの、えー、知ったかぶりをする人というのがあございます。 昔のお話でございますが、ある山寺に、お尚さんがおりまして、朝から体の具合が良くないというので、えー、医者を呼びまして、往診に来てもらいました。あらかた診察が終わって、薬労に手がかかるというとき、薬箱を持って立ち上がろうとした先生が、あそうだ、五十時、つかぬことを伺いますがな、えー、あの、うん、転式は終わりですか、とお尋ねになられ あっこの農省さん、天式という言葉がわからない。何ですかと聞けばよかったんですが、えー、つい知ったかぶりをいたしまして、ああ,ああ、天式ですか。えー、天式はただいま、えー、ございませんああ。ああ、ないならないで結構。いやいや、では、良いように薬を盛りますのでと言って、えー、この先生、お帰りになられました。さあ、この帰りました、後うしこの天式という言葉が、えー、気になって気になって仕方がない。 天使器。えー、なんじゃろうな。わしの悪い癖だ。つい舌が無理ぶりをしてしまった。え良、ー、いように薬を盛るというからには、何かしら体に触ることかもしれん。今さら何ですかというのを、決まりが悪いからどうしたもんかな。あ、賃年がおらな。賃年や。えい、ー。お嬢様、なんかご用ですかお前。 えー、天式は、えー、どうしたえ何ですか、えー、天式は、えーえー、どこへやったお嬢様あの天式というのは何なんですか何なんですかというやつがあるか寺方にいて天色を知らんということはないもんだとわしはお前に教えたはずだ。忘れました。忘れたというやつがあるか。しょうのない野郎だなお前は。えー、じゃあこうしなさい。 向かいの花屋さんに行ってな、一つ借りてきなさい。物を見ればそれが何であるかというのを思い出しちゃう。へぇー、わかりました。行ってきます。お花屋さん、こんにちは。はいはい、いらっしゃい。ああ、これはこれは、新年さんですか、えー、今日は何の花を持っていきます <laughs> いや、あの、お花買いに来たんじゃないんですよ。あの、お嬢さんに言われましてね、借り物しに来たんです。おぉ、何ですか借り物。あの、 式があったら貸していただきたいんですがああ天式かわ、ええ、かったちょっと待っておい,おいばあさんばあさんばあさんえ今陳念さんが来てなお嬢さんに頼まれて転式を借りに来たというんだあったら出してやるなあらまあお前さんええじかに持つと汚れますけどそれでいいですかうん、どこにあるんだ台所に一つありますよ何が釜式釜式じゃない 天式だよ。あら、天式って一体何ですのお前天式を知らないのか恥ずかしいばあさんだな、まったく。ああ,あ、あたしも知らないんだよ。まあいいや、まあごまかそう。ええ、ちんさんええ、すまなかった。時間をかけてしまってな。うん、いや、うちにも確かに二つほどあったんだがな。一つは床の間の置物に飾っといた。したら田舎の知り,り合いが来てな。 あんまり天式だって褒めるもんだから、宮城に持たしたんだ。あ、そうですか。もう一つはどうしたんですか今朝お漬け飲みにして食べちまったんだ。<laughs> えー、お師さんによろしく行ってくれ。はーい、わかりました。行ってきました。はい、ご苦労。あ天色はあ借りてきたか。いえ、あの、花屋さんにも確かに二つほどあったそうなんですが、一つは床の間の置物に飾ったら、田舎の人が来てあんまり褒めるから、お土産に持たせちゃったんですって。 ああ、そうかもう一つは今朝お漬け飲みにして食べちゃったそうですはあ花屋にないかうーんあのお嬢さん天式って一体何なんですか何ですかというやつがあるかお前はそうやってすぐ何でもわしに来たわわしのうんわしをそういうお前は頼りにしてなよくよくないことだそれはうんあえて教えんこうしなさい 先生のとこ行って行きなさい。もう薬ができてる自分だろう。薬をもらってな。その時に先生に直に聞いてきなさい。今朝ほどお正は診察して帰りがけに転式が終わりですかとお尋ねになりましたが、私何のことか知りません。教えてくださいとか、何とか言ってな。いいかわしが聞いたと言ってはならんぞ。あくまでも自分の腹から出たようにより聞いてくる。尋れてきたら私に話しなさい。使い方やなんかみんな教えてあるから。わかりました。 行ってきます。冗談じゃないよな、お師匠さんは。本当に教わってないんだよ。そういうのに教えたぞ、教えたぞって。わからないって言うとバカって怒るんだからな。こんにちは。ごめんなさい。ああ、これは新年さん。えー、ご苦労さんです。あお薬ですか。あちょうど今できた頃です。いつもの通り二号一号に信じて飲ませなさい。ありがとうございます。あの、 今朝、あの、診察の折に、あの、転識ということを、あの、言ってましたね。ああ、うん、うん、言いましたな。あの、うーん、転識って、どういう意味なんですか教えてほしいんです。ああはは。なるほど。ああ、子供なんてえものは、つまらないことを聞きたがるもんだな。いやいや、結構結構。そうやってな、わからないことは何でも人に聞く。それは良いことです。ええー、聞くは一時の恥聞かずは全くの恥という風うに言うから。 松台の範囲じゃないんですかまあ、それは、ちょっと面白く言ったんだ。ええ。まあ、天式というのはな、つまりあれだ。宝碑のことだ。宝碑<皮>あの、掃除するときに使うんですかそれは宝碑だ。私が言うのは宝碑。へじゃ、簡単に言うと。へへってあの、何ですかお前、へを知らんのかおならだ。おなら おならって何ですかあのお、お、お尻から出るやつですかあんまり口からは出ないな。変な音がする。ああ、あんまいい音ではない。色の黄色い。いや、色はないだろう。嘘ですよ。え子供たかってそんなバカにしちゃいけませんよ。だってうちの師匠借りてこいって言ったんしたバカなことを言うもんじゃない。博学多彩のお尚におならがありますかなんてことはいかにもぶしすぎでいかんでな。天式がありますかとこう尋ねたんだ。うん。 からの国に召喚論という書物がある。清丸る天転じると書いて、蝶に溜まったがすおならのことを言う。嘘だと思うならお見せしましょうか。いやいや、結構です。そんな見たってわかりません、そんな難しい本は。え、じゃああの、本当にあの、おならなんですね、天式ってのは。あ、そうですか。ありがとうございました。驚いたね、こりゃ。知らないことは言いながらおなら会い上げられてたんだ。あれ でも、お花屋さんあれだぞ。床の間に飾ったって言ってた。今朝、お付けの店して食べちゃったって。知らないんだ、お花屋さんも。お正も知らないんだろうな。<laughs> ああ、バカバカしいや。知らないから、枯れてこいだろ、う、なんだろうって。それで、天使がオーナーですって言ったら、そうだ、わしはお前に教えたらしたとかまた言うんだろうな。詳しいから違うこと言ってやろうかな。えー、っと、ええー、そうだぞ。何がいいだろうか。うーん、あ、そうだ。 おしょ、お酒が好きだからお酒って言ってやろうかな。で、お酒じゃダメだな。ああ、そうだ、お酒好きにしよう。ええ、お嬢さんが酒好きいっぱい集めてるからお酒好きって言おう。ただいま帰りました。ああ、ご苦労。お薬いただいてきました。今、洗じできます、ええ。ええ、薬はいいから、ええ、こっちへ来なさい。ええ、え天使が何かを聞いてきたかはい。聞いてきました。一つ離婚になりました。ありがとうございます。うん。 ええ、で、ええー、あの、ま、先生は、あなんと言った。お嬢さん知ってんでしょあわしはよく知っとる。じゃあ言わなくてもいいじゃないですか。なぜお前はそういうことを言うんだえ人間を相手して嘘を教えるということが、先生だって間違いがないとは言い切れ間違っていたらわしが直してやろう。えー、なんと言ったあのー、お酒好きだって言ってました。酒好き ほう。天の下に口を書いて飲むと読む。死は酒、木は器。酒を飲む器と書いて天式か。そうだ。天式というのは酒好きのことなんだ。それぐらいのことはとっくの昔にお前に教えたったはずだぞ、えー。今度から忘れるんじゃないぞ。それからな、これから寺方へ来客乗りにな、酒好きを出しなさいというのは俗でいかんからな。 これからは、転職を出しなさいとこう言うんだ。何終わってるんだ、お前は。えよく覚えておきなよ。というので、その日はそれですいまして、悪力先生ご診察です。えー、どうですかな、ね、ごじ字。えー、えー。だいぶお顔の色も良くなったようでございますが。あ、えー、ありがとうございます。えーえー、おかげさまであの、薬が効いたんでしょう。ええー、体操は良くなりました。ああ、そうですか。 え、それでは私はもう、しばらく参りませんで、え、どうぞお大臣に。ああ先生先生。え、ちょっとお待ちを。え、せんだって、天使が終わりかとお尋ねになりましたが、え、愚瘍うっかりありませんとお答えしましたが、え、実はあの、ありました。ああ、そうですか。いやいや、結構結構。ああいうものは体には良いんですからな。どんどんおやんなさい。ああ、どんなっていいですかあれを。え、ありがとうございます。え、今日はですね、それであの、 先生にこの愚僧の自慢の天識をご覧に入れようと思いまして。ええー、それには及びません。まあまあ、そう言わずにね、え愚、ー、僧いささか自慢の天識はございます。あんなもの自慢になりますか我が寺に13代伝わる天識があります。伝わりましたか今ご覧に入れますから。近年や、近年天識を持ってまいれ。三つ組の天識だ。三つ組の天識。 先生も転式はおやりですかえ、え、ああ。いや、ま、あ、時折催してはやっておりますか。まあ、催してはなんて風流なことをしちゃいますな。奥さんおやりで、まあ。家内は女ですからあまり私の前ではやりませんが。<laughs> そんなことをしちゃってね。おたけは夫婦なんかしいですから、遊限に夫婦差し向かいで転式をやったり取ったりなんぞ。馬鹿なこと言っちゃいけませんよ。さあさあさあ。さあさあ ええー、手にちんね年や、こっちへ持ってきなさい。え何をお前笑っとるんだ。ええー、こいでございます。ああ、これは五十字。見事なあの霧の箱ですがえ、この中に入っております。いやあ、ぐそ長いこと医者をやっておりますが、手に敷きの箱詰めというのは初めてで、じゃあ拝見いたしましょう。おしょう、これはまた見事なお酒好き。いやあ、ぐそ。 対、えー、してつまらん転識ですつかぬことを伺いしますが井戸の方では気をまろび失うと書いて天識法へのことを申しますが寺方では杯のことを転識と申しますかへっおならあー近年めやりよったないや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 あのうーんあれですあーまあ寺方では昔からあそう申しますなお。はあ 昔からというのはいつ頃で、ええ、いや、もう、それは、あの、平安の頃からでございます。